輪を恐れぬ不貞な輩ども、火の力により罰を受けよ。卑弥呼様のお告げ通りここまで来たのに声が聞こえなくなっちゃいました。もしもし、卑弥呼様、全ての事象は我が盤上にある。新たな国、試してみるのは良い機会か。カンナギよ、この秋には光を集め、卑弥呼の再来を招く伝説がある。我も一度尊厳廃したが、光を集めているところだ。え、本当ですか？それならまたお声が聞けますね。毛利さん、私もお手伝いします。存外使える駒よ。いや、我が毛利の兵の話だ。俺たち増強の誇りだったよ。ここであいつを貯める。俺も英雄になってやる。あんた一人生き残っても辛いだけだから。構えられよ、いざ我が家臣の敵。俺も手柄を立てていつかは大将になる。陣を破られた。その報告、敵の報告ではあるか。うわぁ、やめてください。これは卑弥呼様をお招きするための光です。罰が当たりますよ。あれ、言ってなかった？実は俺様、結構強いんだ。なんの、さらに険しき戦場とで乗り越えてきたわ。指示通り忍んで参ります。卑下などするな。そなたもまた一番星よ。蜘蛛の巣のごとくさえ落とすわけにはいかんのだ。秋の日の元の中心、それが我ら毛利の対岸ぞ。さては悪い人ですね。もし私がズバッと懲らしめてきます。カンナギ、一度と卑弥呼の加護像ある。了解です。ご神託がありました。あなたは敵が動揺しておる。狙い通りじゃな、サスケ。卑弥呼様に代わりお強気ですよ。手駒にしておいて静着であった。卑弥呼様はあなたを懲らしめろと言ってますよ。そう、卑弥呼様ってのはうさんくさいんだから。次の一手を打つんで。あんたらお疲れ気味だね。俺様もだけど。すぐに戻ってください。手当てします。卑弥呼様のお名前を語って私を、なんて悪い人。口うるさきカンナギよ。もはや駒にもなり得ぬ我が盤上の塵くずよ。聞けカンナギ、卑弥呼などもとよりこの地にはおらぬわ。あなたのような人にお天道様の力は使わせませんよ。気こしめしません。えい、ー、や
までとは思っておりませなんだ。元成様、雲が日輪を覆い隠してしまいました。これでは大鏡が作れませぬ。何、小娘の仕業だというのか。我が盤上になき行動は慎め、カンナギ。言っても無駄か。我は日輪の申し子、眩しき光にひれ伏せ。共に戦場へと埋没する駒となろうぞ。それがしにできることなど何もないではないか。折れちゃいました。俺は無敵の座を追いかねつぶし、負けません。戦より普段の鍛錬の方がきついって。俺は無敵の座を追いかねつぶ。我と張り合うか。照らしたまえ日輪よ。よし、みんな助けの働きに続け。了解いたした。うわ、よくなり様のお力で再び日輪が。それがどうした。我が策に陰りなし。小賢しい。心配しないで、あなたは助かりますよ、必ず。寺様凛。頑丈な骨のしたたかさ、思い知るがいい。百の時を経てもなお滅びぬ国、そこへ導きうるはただ一人、このアマテラスの巫女のみよ。もはや貴様は我ら毛利にとってさしたる価値もない。情報の切れ目が縁の切れ目ってか。我が悪の地を汚せしつに死してあがなえ。一輪よ、我をも駒と捨てるか。おーし、参った。じゃ
行かせてもらうわ。意外と背負ってるものが大きいんだよね、俺様。叫ぶなやかましい。さあ、天下三兵衛の揃い踏みだ。楽しく行こうか。千里武士を我が輩ついに奥州制覇。歴史史のひげに不可能はないのである。豊臣を追われた砂人が今なお、いいお茶だ。いいお手前じゃねえか、わびすけ。あなたがいる僕の中に。ちはははざーんねん。俺の席なんだよ、ここは。昔からな。客か、もてなしてやるよ。俺たちが教えてやるぞ、わびさびをな。待て、止まれ、サビスケ。あっちゅー、またヤバい人かな、これ。悪いけど、あんたを武田には近づけさせないぜ。ダメです、それ以上。選んでください、次こそは。俺とワビスケ、どっちの茶かをな。とまあこんな感じで順調に進んでったわけさ。わかるかい、実物。強国の姫がまた行方知れずになったとの報告です。姉上、どこへ行った姉上。北の少女、変えることなど叶わぬ。この手で掴んで変えた私の、俺の運命。地下に誰かがいるみたいですが。わかるか、実物はもっとすごいぜ。話じゃ伝えきれないんだけどさ。いや、なんつうか、とにかく暑いんだわ。変なとこでつまずいたりもするけど、基本的に何が何でも突き進むってな人たち。
俺様としても見てて飽きないね。面白くってさ、話を進めなきゃな。この辺りからがまた盛り上がってくるんだって。
ここまで来ればもう追ってからは逃れたか。醜き逃避は終わりか。ああ、三成様、あなたの怒りが入ってくる。僕は相変わらずクソ重てえな三成。出たな、リキ。待て、リキュー、リキュー。ついに1023箇所目のザビーランドが完成しました。開演セレモニーの用意ですよ。ガッチャ。想像しますよ。どんなミュージックで攻めましょうか。たくさん作ったのにどこも客が入ってないものな。まあ入るわけないか。
境よりも目の前の相手に集中を。ザビスの運命、決着はこの後すぐ。ザビス様、お守りください。いいよ、特製お守り200両ね。ワルツでいきますよ。ザビキャッキャー、ザビキャッキャー。無念死。雷霧の音がうるさくて祈りに集中できません。申し訳ございません。この程度の理不尽は朝飯前。次はザビー様を描く物語。今回はどんなストーリーでいきましょうか。どの話でもザビー殿が民からお金巻き上げて終わりなんだよな。ザビー様といえば祈りの物語、それしかありません。ザビー様は強欲な金貸しに祈りました。信じる者は救われます。足元を救われるよ。だから逃げて。我が君より先に倒れるわけには。うめしいね。島流しがすみませんよ。ザビーランドに来た子供たちが喜んでくれたらいいな。ザビー町に入って隣のおじいさんの腰痛が治りました。最後はショーを彩る背景を決めるのです。一人でも多くの人が心にザビを宿しますように。あなたの名前はザビス県にいる。まさに各教徒となるべき存在。やる。残らせ。大空に花開くザビー様の笑顔のようにファン。怪しげな乗り物を発見。なんだこの乗ってしまいたい誘惑は。開演セレモニーの準備が整いましたね。さあレッツザビーショータイム。ザビチャッチャー。ワルツの優雅な調べの中、私たちの捧げる祈りがファンタスティックな花火を打ち上げる。ザビオ。ザビー様は言いました。ユー好きにしちゃいなよと。ゆえに好きにしちゃいます。素晴らしい愛のセレモニーで、あなたの信仰心はもうマックスでしょう。今すぐ入信なさい。そのサビスケの名前間違えないでやってください。その目に触れる。ランドのお土産一番人気ジャンボザビーグッズ。ちょっとだけ欲しいな。洗礼名。認めてやりますよ。お前は完膚信者スタートです。今入信すれば漏れなく僕がついてきます。僕はどこまでさまようんだろう。俺はいつまでさまよえんだかな。
どこまで行けば。ようやくこの時を迎えられましたねえ信長公。風情を感じる暇はありませんな。これら襖もまた敵の一部とお考えあれ。この先道が二つに分かれているようです。長廊下と連なり広間、どちらを行くが上策でしょうか。敵は我が目の前にある。思っているような方ではない。ただとても寂しく哀れなお方なのです。俺らの嘘は何か匂いまする。ご用心を教えてください、信長公。私は一体誰なのですか。姫たちは天下次元大使、それとも光秀。何を申じる。たかが手足が。なんでよりによって明智殿なのだ。信長様をお支えできる数少ない方のはずが。ああ光秀様もそうであれと願っていたようだ。今ではよくわからないのです。私の一番の望み、それが一体何だったのか。神奈川通りに夢幻であるか。理解できるのはただ一つ。あなたが欲しい。あなたの声で生まれ変わりたい。奄美にもなく玉造有川座敷号か。光秀、是非もなし。欲するところを授ける。与党の政策の場にも。ご随意。光秀、うん、ものよ、そしてものよ、世が征夷罰にて散りことほぎ。ああ織田軍でよく。おやめください、信長様、光秀様。信長公、たとえこの身が滅びようとも、私はずっとあなたのそばに。抑えろよ、サビスケ。僕はどこまでさまようんだろう。俺はいつまでさまようんだかな。